本当に嬉しいです。ありがとうございました。授業の終わり告げるチャイム、カバンを小脇に抱えて、表通り路面電車のホームに駆け寄った。待ち合わせの場所はここから、5つ目の電停だった。1年たち2年過ぎても変わることはなかった。卒業して就職して時間に追われるようになって、それでも二人会いたいっていつもいつも思ってる。ゆっくりと時が流れ、ゆっくりとあなたと歩んだあの頃の私たち、急ぐことは何もなかった。ゆっくりとあなたを愛した、ゆっくりと唇合わせた、優しさに包まれた。怖いものは何もなかった中。告げられたプロポーズの言葉、こんな場所でいきなり困るでしょう。恥ずかしくて電車降りた。時と場所を選んだ星の、本当にあなたってる神経、でもあなたの目輝いてた。この人についてゆこう。前を向いて見上げれば、二人が歩む道の狭間に、路面電車の行き交う街、私たちと共にこれからもずっと生き続けてく。ゆっくりと時が流れ、あなたと歩むのこれからの私たち、急ぐことは何もないよね。ゆっくりと私を愛して、ゆっくりと待って
ありがとうございました。